ペーパーティーチャーとは、教員の免許状を有しながら、教職についていないものを指す俗語。ペーパードライバーに由来するとされる。教員免許状保持者の大部分は、ペーパーティーチャーである。教員授要に対する教員免許状を授与数の圧倒的な方、教員採用試験の購買率などにより、毎年大量に発生している。ペーパーティーチャーという表現は、 ペーパードライバーから派生したと考えられる。ただし、運転免許とは異なり、全国で通用す、教員普通免許上に、国家試験に類する、統一的資格試験は存在しない。教員免許上は、大学などにおいて、教職課程としての認定単位の習得と卒業、修了等要件として、申請によって授与されるものであり、全国の大学、短期大学、 大学院等1411期間で取得できる。教職課程受講、修了者に教員採用試験受験の義務はなく、国による授与数の制限、制約もないため、大学等在学者にとっては比較的容易に取得できる資格の一つであり、教職課程受講、修了者の第一志望の就職先が教職とは限らない。このような背景から、 教員免許取得者は常に教員需要を大幅に上回っており、教職についていない教員免許所持者自体は従前から大量に存在していたが、ペーパーティーチャーという表現が現れる以前には注意が払われた形跡がない。教員免許更新講習の実施規模検討のための基礎資料としてペーパーティーチャー数の推定が試みられており、 文部科学省公表の中央教育審議会、教員免許制度、ワーキンググループ配布資料は、60歳以下を対象とし、毎年の教員免許取得者実数合計と、現職教員数との差約415万人を、ペーパーティーチャー数と推定している。この値は、全体の約80%に相当する。また、近年の発生動向については、 文部科学省公表の公立学校教員採用試験の実施状況によれば平成17年度で受験者総数は16万4393人で採用者総数は2万1606人全体倍率は7.6倍であった平成17年度単年度でだけで14万人以上のペーパーティーチャーが発生した可能性がある 第二次世界大戦後から高度経済成長期には、教員は慢性的に不足していたが、教育大学出身者においてすらも、教職家程受講者、修了者の全員が採用試験に合格することは稀であり、ペーパーティーチャーは発生していた。1990年代から2000年代は、少子化振興による教員新規需要の減少。 民間企業就職状況の悪化による公務員、教員の人気上昇、人口の多い段階ジュニア世代の大学卒業時期等が重なり、教職につかない教員免許上取得者は増加する傾向にある。運転免許においては、運転免許証を身分証明書代わりに用いるペーパードライバーは少数派に属するが、免許更新の機会は平等に与えられている。一方、 教員免許では、教員免許取得者の大多数を占めるペーパーティーチャーに免許更新の機会が与えられていない。2009年から実施されている教員免許更新制では、10年ごとに更新講習を受講して免許を更新する必要がある。更新講習の受講資格は、現職教員と教員経験者に限定されているため、 大部分のペーパーティーチャーには更新講習の受講資格がなく、更新講習を受講できなければ、免許は自動的に失効する。更新講習は、教育職員免許法第9条の3大参考の規定により、次のものだけが受講できる。これを具体的に定めた文部科学省令では、法律を極めて限定的、かつ排他的に運用しており、 更新講習受講者を厳格に見極めるため、勤務する学校長等の証明がなければ講習が受けられない。更新講習は、上記の証明がなければ受講できず免許上更新ができない仕組みになっている。ありがとうございます。